こんにちは、花里おばさん。今日もこのサブアカウントからお届けします。そしてですね、花里おばさんが私のサブアカウント、これメインアカウントが制限を受けてるんで、サブアカウントの方を見てくださいねっていうふうにね、書き込んでくださったこと本当に嬉しく思っております。画像までね、つけてくださって、やっぱりね、私もね、こういうふうにチームによって支えられてるんだなというふうな感覚を受けました。今回はですね、前回の花里おばさんがどうしても一人じゃできないんだよと、半分サラリーマン脳なんじゃないかなっていうところに、ちょっとね、変身する形で今回の動画をお届けしようと思います。多くの人は一人で自分を鼓舞してですね、一人で行動することがほとんどできないんですよ。多くの人は一人で判断することも決断することも調べることもできない、活動も行動もできない、一人で自分を進化させることがほとんどの人ができないんですよね。そういう意味で言うとね、例えば在宅ワークをしていても、取引先とか、あと集客媒体とか、いろんなものに頼ってるわけなんですよね。で、ここからブレインバスターになってくるわけなんですけども、いっそね、人に依存することをもうね、やってみるっていうのがどうではないかなと思うんですよ。もっと具体的に言うと、体を鍛えるってことを本気で思うんだったら、じゃあ一緒にやりましょうかっていうふうに声をかけていけるか、もしくは何かしらのね、そういった健康法やダイエットに成功していらっしゃる方とか、それを進めている方、ね、もうちょっと具体的に言いますよ。ミスター M さんの有料コンサルを受けてみてはいかがかなと思うんですよ。そうすると、有料でお金を払っている。コミュニティに入っている。有料のプログラムを受けるというね。そういうふうに自分を決めることによって、一層自分でできないんだったら他者にコントロールしてもらうっていう、半分サラリーマンのなんだったらね、無理にそれを排除せずに、今その段階なんだということで、もうね、自分の行動スケジュールを管理してもらう、管理できる人にお渡しするっていう方法はあると思うんですよ。ただね、ここでいろんな要因でね、そう言っても、あの人は信用できないとか、お金を払うのが惜しいとか、いやでも結局自分はやりそうないから、お金を払って申し込むみたいなことしないよっていうふうな決断もあると思います。これではだから変わらないってことなんですよ。ですので、人って本気でやりたいことには時間もお金も割くんですよ。でも言葉だけでかっこよく言ってる人は結局行動せずに、言い訳をそこに作って変わらない自分を愛するんですよね。例えば私なんかがミスター M さんに申し込めるような身分じゃないからとかね、私にはもっと大事なことがあるから、いやいや、そこまで言うんだったら自力でやりますよみたいな感じで動かなかったりするんですよ。もちろんこれをね、どうしろああしろって私が指示することもありませんけども、冷静に自分のことをね、顧みてみると、自分でも決断できない、かといって他者にも任せない、これ何なんだって話なんですよ。ある意味ね、私たちは情報発信者ですから、その人に任せないとできないっていう人の、多くの人が持ってるこの心理を利用させてもらってるんですよね。私のコミュニティではみんなが頑張ってますよと、結果を出してる人もいますよと、サポートしますよ、あなたもどうですかっていうのは、まさにここにつけ込んでるわけなんですよ。もちろんそれがね、つけ込むっていうとすごく悪い言い方に聞こえますけども、そのぐらい揺さぶっていかないと人の人生を変えていくことが難しいんで、だから言葉巧みにやるわけなんですよ。そこには自分のコミュニティの会員を増やしたい、自分の売り上げを成り立たせたいっていう、そういうふうな欲望も半分ありますけども、残りの半分は誰かのために役に立ちたいって気持ちなんですよね。これは間違いないと思うんですよ。でも他者が何かを販売してるときに、そこまでその気持ちに組めているかってことなんですよ。なるべくだったらこのコミュニティに入らずに何とかできないかなとか、なるべくだったらこの人にお金を払わずに自分の美味しいとこ取りできないかなみたいに感じてしまうのが人の心理なんですよね。ですからここを抜け出せないと、いつまでもその人のまんまなんですよ。ある意味、自分が今まで守ってきたこととか、自分がこう決めていたこととか、自分が苦手と思ってきたことを裏切ってね、まるで別の人生を歩み始めないと、自分の変化、行き詰まりを取っ払うことはできないわけなんですよね。そしてずっと同じ繰り返しになってきてしまいます。で、今回花里おばさんがね、本気で自分の健康や体のことを考えるんだったら、これは自分で無理なんですよね。だから人に投げないといけないんですよ。それは
人で稼ぎたいけどもどうすればいいのかわからないという方が花屋龍馬さんのサロンにたどり着いた、その人と同じ気持ちになるってことなんですよね。ここでね、私も自分に問いかけているところなんで、花屋龍馬さんを責めてるわけじゃないですよ。私にいつも問いかけてることです、自分自身に。速稼塾を当てにして来てくださった方が大勢できました、おかげさまで。でも私は他社のコミュニティに入ることがほとんどないんですよ。そんなことで私はね、塾生さんの気持ちに本当になれるんだろうかっていうのはいつも自分に問いかけてます。ですので私はいろんなものを積極的に関わっていきたいと思うんですけども、いかんせん私よりも失礼ながらね、レベルの高いところに出会えないんですよね。だから参加できないんですよ、どこにも。誰よりも行動力があって、発想もさまざまな角度からあって、謙遜しすぎることもなく、おごり高ぶることもなく、ちょうどいい感じのところがなかなか見つからないということなんですよね。最近入ったコミュニティは中小企業診断士の三橋隆明さんの有料サイト、有料放送なんですよ。これがね、何万かしたんですけども、入らせていただいて、そのサイトを見ることがあるんですよね。もちろんリアルタイムサポートではないです。アーカイブが見れるようになるだけなんで、自分で積極的に学ぶしかないので、個別コンサル受けてるのとはまた違いますけどね。ただね、本当にね、この人にマンツーマンで教わろうかなっていうふうになかなか思えなかったりするんですよ。まあ、次に私が考えるとしたら、あれですかね、堀江貴文スクールぐらいじゃないですかね。ただあまり思わないですね、やっぱりね。入ってみようかなっていうふうにうっすら思うぐらいで、実際に入ってる人以上にそれを求めていないっていうのが私のね、正直な気持ちなんでしょうね。こうやって客観的に考えてみると。ですんで、俺なんかが入ってもなんか役に立つのかなっていうふうな妙な謙遜が私の行動も邪魔してるんですよ。ですので、少なくとも私はこれを言葉に出さないようにしています。言葉に出して、久保さん、令和新選組から選挙出ないんですかっていうふうに言われたとするじゃないですか。いや、私なんて令和新選組さんが取り扱ってくれるわけないですよって言えば、もうそれで自分のことにも自分でブレーキをかけることになりますんで、頼んでみますっていうふうにね。で、断れるならしょうがないじゃないですか。そういうふうに考えてますね。はい、で、自分の殻を破るってことを今日はね、まとめるとお伝えしたわけなんですけども、花屋龍馬さんが今ね、自分にもしかして行き詰まりを感じている、伸びてないなと思うんだったら、今まで意識してやってこなかったことに飛び込むしかないと思います。その一つが、自分を強制的に導いてくれる